ゆきらいくんの山田城お待たせいたしました映像たっぷりご覧いただきたいと思います。航空機観測、昨年めでたく成功いたしまして、まあ、それの報告をさせていただきたいんですけども、まあ、今日のお話ですね、その観測の概要に加えまして、今後もですね、このような観測を日本で継続するためにはどういうことを考えていかなきゃならないか、そういう結果をですね、ちょっと、してみたいと思います。まあ、背景はもう先生方に言っていただいたので、まあ、繰り返しはしないんですけども、なんといっても我々が狙っているのはですね、正しい答えを得るということです。どうしても推定があって、学術性があるという、まあ、そこを正しい値で、あ、これでいいんだっていうふうな、間違ってたら直さどう直すかっていうふうな、そのグラフトゥルースのデータを、取りたいということですね。もう一つは、シミュレーションが非常に、まあ、精度が良くなってきて、もう学生の皆さんでも今、台風のシミュレーションできるようになってますね。で、こういう方々が高精度のシミュレーションをして出てきた結果を見たときに、不安になるんですね。このデータは結果は本当に正しいんだろうか、コンピューターの何かその計算のスキームの仕方とかで出てきた疑似的なものであって、これ本当に論文で書いていいんだろうかというところに不安になってしまう。でもそこに観測データがあると、あ、これでいいんだ、自信を持って書けるわけですね。研究を進めていく上では、この真知、答えがあるかどうかでやっぱり進み方変わってきます。ですので、1987年に米軍の観測が終わってしまって、もうそれでしばらく途絶えてはいるんですけれども、それから40年近く経った今、改めてこの観測のデータの必要性というのはですね、失われてない、むしろその必要性が増してるんじゃないかというふうに我々考えております。で、まあ、昨年 TPARC2 というプロジェクトで、航空機からドロップゾーンで落とすというのを行いました。本来一番のパーフェクトなやり方ですと、沖縄のレーダーの観測範囲ですね、ここの範囲内に台風がやってきて、でそこでドロップゾーンでの観測をしながらレーダーでも推定を行うという、まあ、これ私琉球大学と気象研究所で共同研究でそのレーダー使って、強度の推定を行うというのをやってますの でそれがちゃんとうまくいってるかどうかというのも、やりたいというのが、まあ、理想です。ただ、まあ、そうは言っても台風がどこに行くかは分かりませんので、まあ、とにかく昨年度はですね、行ける台風に入ってみましょうというふうな、ことをしました。で、まあ、これが、昨年の飛行経路ですね、21日鹿児島をベースにしまして、はい、台風に入って、この日は2回入りました。で、翌日1回入ってます、ですので合計3回入ってますね。で、これの観測の後に私、沖縄に戻りまして、で1週間後にこの台風23号が沖縄にやってきまして、これが目はですね、ちょうど沖縄本島を通過してたんですね。ですから私昨年はですね、4回目の中に入ってきました、時間じゃないけど来ました、はい。で、まあ、本当にこのピークの、非常に強いところの、最盛期に2回観測をすることができて、まあ、非常に貴重なデータを取れたんじゃないかなと思っております。まあ、精度の云々のところは伊藤先生がお話ししていただいたのでちょっと割愛しますけれども、この台風どんな台風だったか、その、衛星画像を先にご紹介したいと思います。12時間ごとのひまわりの赤外画像でして、観測を行われたのが、21日はこの画像とこの画像の間のところですね、この部分です。で、翌日の22日の観測はこれの1時間後ですので、この目がはっきりと、出ている期間に、観測を行ったということです。直径が90キロ、通常のやつよりも大きい目を持っています。で、この壁雲のがきれいにドーナツ状になっていて、その外側のレインバンドがほとんど見えなくなるような、こういう状態のものをですね、環状台風、日本語に言うと環状台風、英語でアニュラー台風というんですけども、これに対応するものでしょうと。これはだいたい年間に 1,2 個ぐらい出るというふうに統計が出てまして、で特徴はですね、ピークの強度に達してからそのピークの強度が持続するという、特徴があります。でどういう意味かと言いますと、日本に向かって迫ってくるときにこれになると、そのピークを保ったまま接近してきますので危険度が高いというふうなことになりますね。まあ、実際この台風で結構大きな被害が出ているという
事実もあります。で、まあ、これ清水さんも先ほどご紹介ありましたけれども、国際宇宙ステーションから見ると台風の、ね、こんなすごいですね。で先ほどあのこの中台風いるあの飛行機見えるんじゃないかっていうふうにおっしゃいましたけども、見えるはずないんです。なぜなら我々は2時間前に中心にいたので、いないんですね。その段階で、ね、鹿児島空港戻って、あれですね、データを転送してたところです。 NHK の方はその時にデータを転送して6時40分ぐらいからデータを送り出してですね、7時のトップニュースで応援していただいてレスポンスは早いなと思って次第で、でこれがあの参加のメンバーです。ですね、まあ、私がここで、坪木先生ここですね、であと大東さん、あと明星電機は長浜さんという方が乗られてます。あと NHK の方が乗られてます。写真撮ってくれたのは伊藤先生なので、ここにちょっと出てないんですけども、あとですね、重要なパイロットのお二人がですね、ダイヤモンドサービスの、影山さんがパイロットです。で金子さんがコパイロットですね。この方々、ね、そのそこらのパイロットが違いまして、実は金子さんは2回目なんです、台風台風。ご存知の方いるかもしれませんけど、2005年ぐらいにですね、民放の番組で台風の中に入って目の中見てみようっていうプロジェクトがあったんですね。この時の、パイロットを進めてたのが金子さんです。で影山さんって方は南極にですね、この飛行機で飛んでいって、日食を撮影するというふうな NHK のプロジェクトがあったんですけども、この時のパイロットですね。まあ、それ以外にも3台いろんな観測をやってまして、無重力実験ですね、あれを日常的に、やってる方々で、まあ、百戦錬磨の、パイロット、まあ、この方々のおかげっていうところも今回の観測うまくいった要因の一つだと思っております。で中はあれですね、技術者の方がダイヤモンドサービスの技術者の方がラジオゾンデを投下するっていうふうにやっていただいて、でここで受信をするという。でアンテナはですね、非常に小さくてこれです。機体の後ろの方についてるんですけど、 UHF アンテナ大きさにしてこんなもんですね。こんなアンテナで全部受かるというふうなものです。等価格ちょっと見えてるね、ここに見えてますね。で、まあ、大事なのは2機あって、でそれぞれで2チャンネル受信機持ってますので、2個同時に観測ができる。もしかしたら片方のシステムがダウンしたとしても、もう片方で、観測ができるというふうな、で、まあ、うまくいってる場合には4機観測をゾンデを投下しながら行くということができるわけですね。で、まあ、さっき、坪木さんがおっしゃってくれたかもしれませんけども、もともとは目に入るというのは想定してなかったんです。これは、ね、2日前に、立てた計画です。ここに台風が来るであろうから鹿児島から行ってぐるっと回りましょう、周回飛行するだけの予定だったんです。まあ、それは中心に入ってどんな危険な目に遭うかわからない、不確定要素大きい状況で、この段階で貫通しますとはとても言えない、ですので、あくまで周回飛行しましょう。で当日の朝になると目がはっきりして、その周りの壁雲がはっきり出てますね。こんだけになってしまうと、まあ、外側でも外側は割とその雨の弱いところが広がってますので、ここをぐるっと回るだけでも貴重なデータ取れるはずだということで、これをもとにですね、鹿児島空港を出発したわけです。まあ、とは言ってもですね、これ私朝、画像を確認したとき、これちょっと弱いね、なんかもしかしたらいけるかななんていう、ちょっとこう期待も持ちながら、一切そういうことはその当時言ってませんでしたけども、思っておりました。で実際の飛行経路こんな感じですね、可視画像に重ねてますけれども、こんなぐにゃぐにゃぐにゃと、なんか不思議な感じはしますけれども、まあ、要するにですね、まず1回入ってみましょうで入って、予定通りの周回飛行を行って、時間余ったから2回入っちゃったっていう感じですね。2回目の時にはですね、壁雲のへりのところで旋回してるんです。この後よく見ていただきたいんですけども、ここですね、これ壁雲の中こう旋回してるので、でもそんな時にも全然ですね、揺れずに済んだというのが今回、ちょっと我々も驚きました。で実際どういうふうにしてこの飛行経路を選んだかという、そこちょっとお話ししたいと思います。これはコクピット席でして、まあ、見る人が見ればまた古い飛行機ですねという感じの、ガルフストリームも40年ぐらい経つ飛行機みたいですけども、まあ、でもここのレーダーは割と新しいやつみたいなんですけども、ここの画面に
飛行機の鼻のところについて気象レーダーの画像が映るんですね。でこれを見ながら私はそのすぐ後ろに座ってジャンプシートってあの出し入れ可能なシートなんですけど、でここにいながらレーダーの画像を見て弱いところを見つけてこっち行ってくださいっていう風な指示を出すという、まあその迂回するにしても弱くていけそうなところが二重にあった時に内側を選ぶか外側を選ぶかっていうのは、これは研究者が研究の目的に合わせてこう行くべきですので、そこをパイロットに適切に指示を出すというふうな、まあ、そういう役割を担ってます。ちょっとあれですね、サングラスかけていやらしいですけども、それはあれ紫外線カットの意味です。かっこつけてるわけじゃないですで、これが実際にこれから迫ってきますよの時のレーダーの画像です。ここに今飛行機がいます。これ50ノーティカルマイルですから、だいたい90キロですね。ですからあと数十キロで我々目に近いところに行きますよと。で周回飛行はこういう経路で行きましょうという計画だったんですけども、ここに来て、ですね、これ仰角2度っていう、下にマイナス2度にちょっと下向けてレーダーをこうやってるんですけども、この段階でもここ弱いんですね。でこの色は4段階で表されてて、緑、黄色、赤、この上に紫っていうのがあります。ですから赤、紫はやめた方がいいよ、緑、黄色はまあ大丈夫じゃないかっていう風な、まあそういう風なので色付けがされてます。ということは緑いけるんじゃね？これ大丈夫じゃないですかね？行っていいですか？パイロットに言ったら、ちょっと結構揺れるかもしれないけど、まあね、揺れたらもうすぐ右旋回して帰ってきましょうっていうことにして、まあ、進路を当初の計画からですね変更して入るというふうなことにしました。であとでですね映像よく音声よくよく聞いたらですね、その時にパイロットはまあちょっとやってみようかなって言ってたんですけども、コパイロットの2回目に入った、これ2回目だっていう金子さんはですね、そっと一言聞きましょうって言ってたんですけども、ではここでコクピット席から撮った前方の映像ですね、これで紹介したいと思います。これが初めて入った時の映像です。西から東に向かって今進んでます。でこれがもう壁部ですね。直径90キロですので、なんか近いように見えますけどかなり大きな目の中です。でそこをぐーっと旋回していって、もう一度南側の壁雲に、からまた抜けていくというふうな、上空がですねこのサワサワっとした煙がこう広がってて、我々が選んだ飛行高度 13.8 キロだったんですけども、まあ飛行高度4万3000フィートというものですけども、この飛行高度というのはもうこのモクモクしてないサワサワっていう煙が広がってる領域に対応します。で、その時に撮った、今ちょうどそのこれからまた壁雲に突入するっていう直前に落とした、ラジオドームですね、ここにありますけれども、ここで撮ったラジオの、このドロップゾーンでのプロファイルですけども、これシータっての多いんですね。でシータ E が、相当多いで、飽和相当位が青で書いてますけども、ここの青と赤が広がってるというのが乾いてるという意味です。でこれが迫ると湿るということですので、ここから湿ってますから、ここから壁雲に入ったということですね。ここはまだ晴れてるということです。ですのでここより上っていうのは風が非常に弱い、この WS が風速でして15メーターぐらいしかないんですね。17、8メーターですか。でそれが壁雲入って急に風が強くなって一番下では80メーターっていう、これはあれですよね、飛行機もなんかこう乱気流でなんか事故があったとかっていうのは上空ですよね、よく皆さんお聞きするのは。でもこれは注意度の話なんですね。ジェット気流が上ほど強いんですけれども、台風というのは下ほど風が強くて上の方が弱い、これまた後でちょっと説明しますけども、ですので上空というのはとても穏やかなんです。上の方を飛ぶことの重要性は一つそこにあります。でこれは壁雲のへりのところの画像ですけども、筋とこんな感じになっています。で半時計回りに回る回転方向こっちですので、まあ、その最下から上に向けてだんだんこの遅くなっていってるようなさ、そんな方向にこの筋筋があるというのがこの壁雲のへりの特徴です。まあ、これは南側がこうなってたということですね。あとで北側を示しますけど、また全然違う様子を示しております。
そしてですね、周回飛行をして、2回目、もう本当に2回目はですね、1回目は実は本当に入ってしまって、どうするこれ抜けられなくなったらどうしようってすごい不安だったんですね。閉じられちゃって、全然なんか戻れるとこなかったらどうしようと思って、もうポーンと行こうとしてすぐこう戻ってくるって感じだったんですけども、2回目はもう多分行けるでしょうってことで、堂々と言ってですね、ここで中心、本当のドンピシャのドロップゾーンで観測できたんですけども、まあ、その時の、映像を次ご紹介いたします。同じように西側から突入していきます。バッと逃げてきて、うわーすげえ、この辺こう完全に海が見えてるところがありますね、あーっとこのでもラピュタっぽいけどもラピュタだったらここに城があるんですけどこれはラピュタはなさそうです。私は1週間前にラピュタを空襲しましたぐーっと旋回してこれから今西に戻るんですけども、こう壁雲がねなんかすごいこう緩やかな斜面でですね、でこれで帰る予定だったんですけど、ここで坪木さんがちょっとまたもう一回って言って旋回する、この壁雲の中でこう旋回するんですね。パイロットにもっと入りなさいよって怒られながらこう旋回する、ごめんなさいって言いながらこう言ってるんですけども、はいここで戻ってきましたイエーイっていう感じですね。でそれからまたずっと行って、この時ですね、こっから直線して旋回する直前にちょうど中心でデータを取得しております。多分今ぐらいですね、あ今旋回始めましたね。でまた他にもポンポン行ってるんですけども、本当にこの北側の斜面は壁雲はですね、スキー場の斜面ぐらいな、なんかこうスキーやってる人だったらあこれなら滑り降りられるんじゃないぐらいな感じで斜面になっているというのが一つ特徴です。でこれでもさようならって帰るんですけれども、太陽見ててください、これ一時隠れるんですけどすぐ戻ってきます。一回消えますけれどももう戻ってくるんですね、まあ、16倍速で流しているのであっという間に見えますけど、まあ、数分以内でもう上が見えるような、ですからもう本当に薄いんですね。壁雲の本当に上昇気流の強いところは完全に覆われてしまいますけれども、でもそういうところでも揺れはほとんどなくて緩やかな中をこう、行くというのが今回の特徴です。でちょっと写真をご紹介いたします。私が撮った中でのベストショットと思っているのがこの映像なんですけれども、なんといってもですね、この壁雲、この目の中をこの日の丸つけた飛行機が飛んでるのがなかなか素敵ですね。日の丸飛行隊みたいな。で、まあここにこう目があってという目、これ目じゃないです。実際の中心はですね、この辺ですね。少しずれたところにこの空いた部分っていうのがあります。これちょっと可視画像でご紹介しましょう。で、これ南北逆転させて南側を上になるようにぐるっと回してですね、よくよく見てみるとここのこの空いてるところ、これなんですね。でそしてここにスーッとこう開いてるところありますけど、これも見えてますね。お衛星画像とぴったり合ってます。当たり前なんですけどねですけどもやっぱりなんか嬉しいですよね。初めてがこの映像だけ見ると本当にこんなとこ入っていいんですかっていうふうに思うんですけどね、でもまあ幸いにこうやって入ってくることができた次第です。これが本当の中心で撮ったデータです。場所的にはここですね。そしてまず風速見ていただきたいんですけれども、上から下まで10メーター以下で、まあ、台風がもしその渦であってランキング渦でそれが周りの風に流されながら移動するとなると、本当の中心は無風じゃないんですね。少し風を持ってる台風のその移動速度分だけ風を持ってるはず でそれが、東西方向3メーターで、北方向から南北方向 6.7 メーターなんですけども、それを見ると大体そういう風吹いてるんですね。それに近いような風ですので、本当に上から下までもう風の弱いところバッチリ入ったという感じですね、チャンピオン出たことを言っていいと思います。この中心で撮れた特徴の一つが二重の暖気核構造です。この中心からですね、400キロぐらい北に南大東島があります。でそこで、06UTC に臨時のゾンデの観測があったんですね。ですのでほぼ同じ時間にリファレンスとなるデータがあったので、中心の、データ、これシータがこれですね。シータっていうものはあれですね、ラピュタに出てくるそれは置いといてそれは分かんないですけどねで、こ
ここのリファレンスって書いてあるこれがですね、南大東の本院のプロファイルなんです。ですから3を取れば その本院の偏差が出てくるわけですね。だいたい平均して12度ぐらいはずっとあります。で、下層3キロに1個ピーク、そして上空にもう1個ピークがあるというふうな二重の暖気核構造が見えてくるんです。こういう観測はですね、アメリカのもう論文いっぱいこういうの出てるんですけども、その中でも、下の暖気核がちゃんと取れたっていう風なのはそんなに多くなくて、しかも大体5キロぐらいなんですね。下の方にあるというのは弱いタイプ、まだ970ヘクトパスカルぐらいのそういう弱いやつに確認されたっていう報告があるんですけれども、このような強い台風において下の方で、しかもかなり高度の低いところで取れたというのはかなりレアなケースだと思います。で、壁雲の様子、今度北側ちょっとご覧いただきたいと思います。これ可視画像拡大したやつですね。シワ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 というのがいっぱい見えると思うんですけども、それの立体構造がちゃんとこう見えてまして、これですね、これが一本シワなわけですね。まず垂直にこう切り立っていて、だいたい雲の層の半分ぐらいまで行きますので、8キロぐらいまでドンと垂直に行っている。で、その後ぐーっと斜めに傾斜していってるというのが、ここに出てるものです。やっぱり平面だとなかなか分かりづらいですね。これが立体的にこう見えるというのが、特徴です。何を表すんでしょう。まあ、これはですね、この辺のこういう指みたいなのがスッスッとこう目の内側にこう出てるフィンガーライクフィーチャーズって言うんですけども、こういうのはどうも渦に対応するのでしょうと、まあ、大きな渦がある中でここ風が弱くて壁雲のところは80メートル出てるわけですね。ですので、その視野でもってなんかすごくこう渦がいろいろ巻くというふうな、それを見てるんじゃないかというふうな、ことを、確証は持てないんですけれども、まあ、これドップラレーダーとか積んでればこれがちゃんと分かるんですけども、まあ、今回それはないので、おそらくそういうことなんでしょうというのが、まあ、分かります。で、最後にですね、3回目の、突入ですね。これは翌日に行ったものなんですけども、実はこれはもう完全に想定外です。この日はあくまで計画通りの飛行経路に通って帰ってくるという予定だったんですね。台風がもっと南の方にいながら、その北側の、北東小原で水蒸気が入ってきて、でそれが何かこう北の方で日本あたりで大雨をもたらすような、その水蒸気の流れみたいのを取ろうと思ってたんです。で、そういう計画を立てて、ここでゾンデを落とします、こういう飛行をします、ですからここは下には飛行機はいないようにしてくださいとブロックを出してるんです。これで行ったわけです。ここのビクサクっていう地点があるんですけども、ここに向かってダーッと進んでたら、ちょっと待って、なんか空いてるぞここって、ね、目が合ったんです。予想よりも台風の進路早くてですね、ちょうどここに目がいたんですね。で、今日はこの日はもうそういう何ですか、計画じゃないので、迂回しよう、手前で曲がって、手前この観測点をちょっと北にシフトすることにしようということにしてですね、それをパイロットにお願いし、コパイロットにお願いして、コパイロットがこの航空局にその飛行経路の変更願いを出してくれたんですけども、少々お待ちください、対応してくれたのは、管制官なんですけど、若い女性の方でしたね。で、1分間の沈黙の後に変更は認めないことになりましたと通信を言っていただいてそうですか、我々はやっぱり入らなきゃならないので、誰です、行こうって入ったと思います。で、行った次第、その結果が、こんな感じですね。こう行ったらここに入っちゃったという感じです。この時点で、目はだいぶ縮小してました。前回は90キロでしたけど、この段階でもう20キロ未満で、この数時間以内に目が閉じてしまうという、そういう段階ですね。で、この時も映像をご紹介するんですけども、実はこれあんまりビジュアル的には面白くないです。まあ、でもご紹介いたします。ただ雪がこの時すごいんです。ここに、センサーあるんですけど、ここに見ていただければすごいこう粒がいっぱい上がってきているというのが分かりますね。猛吹雪の中突っ込んでいるような、そんな映像です。で、これがしばらく続いてですね。で、しかもなんかこう16倍速でも結構揺れているのが分かると思います。この日は少し揺れが強いです。ただ揺れが強いんですけれども、坪木さんはこの時に、コクピットのすぐ後ろで立ちながらビデオを撮ってましたので、あ、で、これ、あ、
来ましたね。で、ここも目です。でも雲いっぱいありますね。さっきのような映像にはなってないと。ですからこの日だけ入って目入ってきたぞって言ってもふんって言われて終わったかもしれないですね。でも終わりです。これでもうまた吹雪みたいになって、でしかも結構揺れが激しいですね、ですのでもう目が閉じていくという直前は、まあ、こんな感じだということです。ただこれは目が縮小したんじゃなくて上だけなんですよね。さっきちょっとレーダーをご紹介しましたけれども、この目の大きさって1日目とほとんど変わらないんです。ですから台風の目の壁雲の構造としては下はちゃんとしっかりしてるんだけども、上だけ塞がれてったという感じですね。おそらく私ここが道楽の、まあ、ある意味限界かなというふうに、下が見えない以上上で判断するしかないけども、それは上空の延直視野とかで結構センシティブに変わってしまうということ、あくまで私の理解です。坪木さんのせいにしなくていいですか。あくまでそれも違うというか私にするんですか。なんですけども、まあそんな感じですね。データは非常によく取れて、で、まあ、ここからですね、ちょっと解析の話を、いたします。どんなことが分かったのか、ここをご紹介したいと思います。1日目の、観測がやはりデータが密にありますので、それを使って、ちょっとプロットしてみました。これはですね、横軸を中心からの相対距離、こっち南北の相対距離ですね、渦がどん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 動いていくのに対してその相対的にどこを取ったかっていうふうなプロットしてます。でこれを見るとですね、目の、内側で、壁雲の内側で4つ赤いく書いたのがこの目の中で観測したものですね。4つあります。で青で書いたのが壁雲の、へりのところで撮ったものです。で外側の黒いやつが、まあ、その外側って言っても150キロ以内ですから、まあ、だいぶインナーコアな部分なんですけれども、その中でですね、中心から西側のこの辺りのデータを使って距離そして高さの、グラフの中に、ドップゾンデのデータをプロットして、どういう構造をしているかという、まあ、そういう解析をしてみました。でここでですね、飛行高度が 13.8km、この部分ですね。で衛星で見た雲の高さっていうのは 16km ぐらいまであります。ですから、まあ、大体 2km ぐらいこの雲頂より下のところをこう行ってるというふうな、ものになります。でまず最初ですね、その前にですね、ごめんなさい、壁雲の位置どうするかっていうので、これは相対湿度を使って決めました。一応断定的に 70% の相対湿度のところを壁雲ですから、この辺りですね、ここが壁雲になります。ここはその下の目の中の逆転層、この雲が渦巻いているところですね。大体2キロぐらいの高さを持っているということになりますけれども、それでですね、目の中とその外側というのでどんな違いがあるかを見てみたいと思います。まず気温偏差です。先ほど言いましたように暖気角が上と下に2個あるというのが、ここに出てます。この中心の3キロぐらいのところにこのピーク、そして上空にピーク、上の段比較って非常に大きいですね。これはマイクロハブサンダーでもちゃんと捉えられるようなものですけれども、それが上がちゃんと暖かくて、でそれとは分離してもう1個あるということです。で下のやつはですね、もう1つ特徴があって、目が45キロの半径を持っているのに対して15キロの範囲にギュッとこう限定されてるんですね。でじゃあこの辺何なのかというと、ちょっと音偏差小さいですね。これ相当多いを見ると全然違う性質の空気だということが分かります。この下の暖気角のところはこの緑で書いた356ケルビン以下の値です。ですから相当に低いんですね、そんなに湿ってない空気階なんですけども、その外側それを取り巻く空気って366ケルビン高いんです。でそれがここの部分になりますけど、ですから暖気角は本当の目の中心近くだけにとどまっている。その外側は暖かくて湿った空気があるということですね。こいつは何なんだろうと思って見てみると、目の中にあるんですね。目の下のところのこの、逆転層の下のところにあって、それはもう最大で380キロビンぐらい行くような非常に高い値です。でもう一個大事なのがこれがですね、ずーっと上の方まで上がっていくんですね。まあ、上空は高い値になっても当然なんです。この辺りの高度まであるということは、これは上昇気流によってこの暖かく湿った空気が上がっていってるということを表します。で本来二次循環ということを考えると、台風ってのは外側が
から下のところこう来て上昇気流で上がっていって外側に吹き出す構造ですね。でこれはあの次に動径風速を見るとそのようになってます、外から入ってきてで、上の方で出ていくというこの二次循環がはっきりしてますね。でこれに対して目の内側なんですけれども壁雲の内側なんですけれども目の中から壁雲に向かって外に吹き出すような風があるんですね。でこれがさっきのこの相当温度の高いところとよく対応している。つまり目から壁雲に向かって入っていってそのまま上昇していく空気が存在するということですね。この二次循環の他に目から上に行くというふうなもう一つの流れがあるというふうなことです。でこれはですねもうちょっとその角速度という分布で見ると、これを指示する内容になっています。角速度っていうのは1秒間に何度こう回転したかということですね。でこれが一定の値を下の方示しているということはこれはレコード板のように合体回転するということです。角速度が一緒同じ速度で回ってるということですね。ですからこれ運動量が行ったり来たりして混じって同じ速度で動いちゃってるということを表しています。これに対して、段規格のあったところというのはそれがないですので下の方は混じっててで少し上の段規格っていうのは取り残された状態で存在するという、まあ、そういうことが分かるということですね。ちなみにこのオレンジで書いた値っていうのはさっき衛星画像でご紹介した目がぽっかり開いてるところがあって言いましたけどもあれが一周90分かかるんですね。でこれを角速度にするとこのオレンジ色と同じ値になるので大体その速度で回ってるというのは整合的だということです。言ってみますとですねドロップゾーンで今回捉えた特徴は本来はこの二次循環の他にもう一個目の中からの流れがあるということです。まず最初にですね下降気流で、断熱症によって、断気格が下層の断気格、上にもあるんですけども2つ断気核があるということです。でそれに対してこの目から壁雲を伝って上空に行くというような流れがあるということですね。相当温度が高い方がケープが大きくなりますので強い上昇をもたらすはずです。ですからこっちの空気の方が外から来るやつよりも浮力を稼ぐはずですのでこれが使われるというのはその台風の強さとか、今回の場合はもうピークの強度に達した後ですのでその持続に効いてるんじゃないかというふうなことが考えられます。先ほど言いましたように、この台風は目が非常に大きかったとここで作られた空気が上がっていくということはそれがピークの強度が持続するということに効いてるんじゃないかと。これは中澤さんが最初にお話ししてくれた時に伊勢湾台風のことをその再現実験があったとおっしゃいましたけどもそれをちょっともらってきたんですがこれも60キロくらいの目があるんですね。ですのでこういう目の中でのプロセスっていうのがもしかしたら、上陸まで強度が落ちなかったということに関係しているのかもしれないです。これはまだ学説的には分かってないことですけども少なくとも我々の観測ではこういう今まで言われてないようなことがですね捉えられたということになります。というわけでここからですね、こんな観測をできれば続けたいそのためにはどうしたらいいか。なんといってもこれなんですけど、でもこれのことここで利用してもしょうがないので、これ以外のこと、特に安全面です。安全にこういう観測を続けるためにはどういうことに気をつけなきゃならないかということをですね、ちょっと議論したいと思います。まず今回どれだけ揺れたか、これをご紹介します。ジャイロスコープがですね飛行機の中に積んでありましてこれで、上下加速それから水平方向の加速というのを全部記録しております。で上の図がですね、飛行高度になります。21日、上昇してからずっともう 13.8 キロ飛んでるんですけれどもで22翌日も、その台風の中入ったところこれ 1,2,3 って書いたのがこの目の中に入った時の時刻ですけれども同じ高度で行ってます。で下がその加速度です。ちょこっと揺れてますね、ちょこっと揺れてて2日目はもうちょっと強いですけどそれでもフラマイ 0.2G ということでこれは航空関係 その揺れの強さというものでは弱い大体フラマイ 0.5 より大きくなるとモデレートターミナンスで1超えるとシビアターミナンスに扱われますので、0.2 なんかもう全然
大したことないということをですね、まあ、ゾックさんがこの時あのビデオカメラ構えてても、これだったら天井に頭をぶつけるのも済むというふうなことです。でこの時にですね、実は一回強い揺れに遭ってます。 0.5G がかかったのが鹿児島空港を飛び立って薩摩半島を上昇中にですね、レインバンドの本体ではなくてその脇の雨降ってないところを上昇する時にですね、結構ガタ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 揺れたんですね。で我々はなんかもうこれで一日これで行くんだったらもう本当具合悪くなりそうだなと、ちょっと、気持ち沈みながら行ったんですけども、この1時間前か後ぐらいに伊藤先生があの那覇行きの定期便で お帰りになったんですけど、その時にはあの赤ちゃんがギャーギャー泣くほどあの飛行機の中をあのみんなキャ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 待ってたそうです。でもそれでも最大 0.5G で、それが下の方ですね、5キロぐらいの高度でそういうのが観測されたけれども、上空に行ってしまうとそういうのが全然なかったというのが今回の大きな特徴です。この高さっていうのはやっぱ大事でして、でもその前ですね、ちょっと、まあ、我々やったぞって言ってますけど、まあ、清水さんのお話にもありましたように、米軍は昔からもうバンバン飛ばしてると、それをですね、伊勢湾台風1959年の大昔にも、やられてたということですね。まあ、この当時は衛星画像がないからもうこれがあの全てだったというので、まあ、すごく頑張ってたんだと思うんですけれども、この時のですね、報告、気象庁の技術報告にいろいろ情報があってですね、そこに揺れの強さの記録がありました。それをちょっとピックアップしてきたんですけれども、波の強さの他に激しい揺れっていうのがこの辺りで観測されてるんですね。これ高度700ヘクトパスカルですので、だいたい高度3キロぐらいです。でそこで激しいのが観測されているというのが、この気圧が急に下がっていく、急発達をしているときにこういうのが観測されているということが分かります。まあ、ちなみにこれ1039という番号で書いてあるんですけど、ここが1039なんですけど、これ意味は今年のこの年の39個目の台風とか熱帯低気圧観測ターゲットに対して10回目の飛行のことですので、やってるんでしょうね。もうそれはそれは相当やってるということですね。ちなみに飛行機は WB50 も爆撃機を改造したやつ。まあやっぱり激しい揺れというのは下の方ですけど存在するということです。もっとひどいことも見なきゃいけないなということですね。墜落事例もちょっと出してきました。1974年台風23号ベスというのをが南シナ海を進んでいるときにクラーク空港、フィリピンですね、ここから飛び立って、1回目貫通して2回目の貫通するために北からアプローチする最中に交信が途絶えて、もうそれっきりというふうな、記録が残っております。ただこの台風、これはですね、米軍の WC-130 ですか、現在でも使っているやつですね。これがおそらく500メーターの高度、海面からずすぐ上のところを飛びながら何かあったということを表します。強度が非常に弱いのが特徴です。980か975までしか行かないような、そういう弱いタイプなんですけど、つまり強いから危ないというわけでもない、なさそうだ、弱くても危険なことはありそうだということをこの事例表します。ちなみに私はこのスライドは、次の飛行の前に、抹殺して、私もハードですから全部除去して、航空お守りでもこうね乗せてね、邪気払いしなきゃいけないななんて思って、はい、でもやっぱりもっとこういう危ない目にあった事例っていうのを探さなきゃいけない、検討しなきゃいけないわけですね。一個、ちゃんとデータを残して帰ってきたけど飛行機の影響があった事例というのを見つけました。ハリケーンヒューゴですね。1989年のものです。カテゴリー3というふうな報告を受けて高度 500m でずーっと侵入していった。しかもその目の壁雲のですね、一番強いところ、これレーダーの画像ですけれども、降水強度の一番強いところを突入中に大きな揺れにあったというものです。ここのこの1234って書いてあるのは、これ延直速度を表しているんですけども、3というのが、上昇気流 20m で、4が、マイナス 10m ぐらいですね。 20m で上がった後に 10m でドーンと落とされて、加速がですねプラス 5.6G からマイナス 3.9G という恐ろしい、飛行機の中がぐちゃぐちゃだったそうです。でエンジン停止してもう燃料を全部捨てて、AXBT とか全部ぶん投げて、それで他のもう一機の別の便
に一番突入しやすそうなところっていうので北東側を見つけてもらって、3キロまで上昇してから帰ってきたそうです。だから一応これは帰ってこれたことですね。先ほど、中澤さんじゃない宗木さんがメールのやり取りしたという素晴らしい文章を書いたピーター・ブラックさんという方がこれに乗られてた方です。はあ、ちょっとメールでやり取りしたらエンジンから火の玉が出るの見ちゃったっていうでもこの加速を受けても機体が壊れることなく一応帰ってくることができたそうです。どんだけでしょうねこの 5.6G 調べてみました。 F1 の子供だこれがこのうーんと上がるところで 4.25G かかるそうですね。ですからちょっと経験してみたくなったらぜひとも続きを書いてください。ただこれ古いバージョンでも今これじゃなくなったそうですがこのバージョンはこれ以上加速するとこの上に行って下に下がる時のここの延直変化で首がもげる可能性があるので今はこうぐるっと回るタイプに変わったというふうにウィキペディアの情報ですと書いてあります、ただですねこのドローンはどうでもいいんですけどもこの時どういうところで起きたかっていうとこの壁雲の内側のちょっと盛り上がっているところなんですね。これちょっと思い出していただきたいんですが先ほど私が写真でお示ししたなんかこう壁雲のとこを切り立っているというあれの下ぐちゃぐちゃってなったんですけどもあそこですね。ああいうところが恐ろしいということです。おそらく我々の飛行中にも下の方ではすごいタービランスが存在したんじゃないかということを表します。で彼らはこれでドップラーレーダーのデータを解析してこの内側のところにはメソーズがこうどうやらありそうだということを言ってます。でもう一つ大事なのは上空我々が飛行をしたいのが 13.8 キロっていうのは反射強度がもう 20dB 以下の非常に弱いもので延直量も大変弱いんですね。ですからこういうタイプであってもこれカテゴリー5になってたそうなんですけども、3って言って入ったら5だったっていうものだったそうなんですがこういうものでも上空はそれほどリスクはないのかもしれないってことなんです。ドンパリとして、なので飛行モードはやっぱ重要ってことですね。で米軍のオペレーショナルのものはあとはノアですねがやってるのは下の方です。それに対して、アメリカでもガルフストリーム4、5ってのを持ってるんですけどもこれのオペレーションは周回飛行のみで突入はしないってことになってます。今そういう決まりがあってできないことになっているそうです。ですので上の方で突入できるというのは、無人機、グローバルホークとか ER2 それから WB57 でこういう飛行機ですね。こういうこれは相当特殊な飛行機です。どれだけ特殊かというとこの飛行士は宇宙服着てもなきゃならないんですよ。予約がされてなくて70ヘクトパスカルに行くとどうなるかっていうのはこれは一般気象学をくまなく勉強した人がこれ出てるんですね37度が沸点になるので血液が沸騰してしまうともう酸素じゃなくてそっちで体がダメになっちゃうんですね。ですから宇宙服を着て乗らなきゃならない。そんな台風に来るの宇宙服かよって感じですけども上陸でもそういうことです、で下の方、海面に行くのは非常に危険だと。この高度を行けたらここほど穏やかではないにしろやっぱりある程度行けるんじゃないかなということを思わせます。あとグローバルホークの方がいいんじゃないというふうにみんな思うかもしれないですけどグローバルホーク無人機とはいえパイロット必要ですからね。地上でこう操作している人が24時間必ずこういて運用します。完全自動でピッと飛んでるわけではありません。であとはその通信が切れた時にどうしたらいいんだっていうそこの問題とかまだ残っているのでこれが現状に使われすぐに移るということはないというふうにこれ坪木さんからお聞きしたんですけどもアメリカの方はそういうふうにおっしゃってたということですのでまだまだこれが実用化されることはないですので現実的にはここを目指すことが必要なんじゃないかというふうに思います。で先ほども言いましたように上の方は風が弱いんですよね。何といってもその飛行に影響を及ぼすものとしては急な風の変化、視野ですね。これがあると揺れにつながります。だから風がそもそも弱ければ視野そんな強くないはずだと期待されます。あとは上空で気をつけなきゃならない着氷ですね。ですけれども着氷は気象レーダーの画像を見て強いところを避ければよいということになりますのでそれである程度回避できるでしょう。
まあ、これはあの日韓のシミュレーションで出した風の強さですけれども、この我々の飛行高度と、この下の方では全然風速違うというのがお分かりいただけます。 先ほどドロップゾンデの結果でも示した通りなんですけれども、でもう一つは取れるデータの情報量も全然違うということですね。これはあの気温偏差、大昔のやつを出しますけれども、我々はだとここからここまで全部取れるんですね。そうすると上空も下も暖気核は取ることができる。で、上空の暖気核が強さと良い相関にあるのであれば、ここをちゃんと捉えれば台風の強さの推定はちゃんとできるというふうな、あの目のドンピシャに落とすことができなかったとしても、ここが測れてれば強度の推定はできるというふうな可能性となります。で、ここの強さを測るっていう衛星マイクロ波のサウンダーがありますけれども、それの開発も今進んでますので、同期した観測で、あ、これでいけるとなったら衛星に任せることもできるかもしれないですね。まあ頻度の問題もありますけれども、で、オペレーショナルでアメリカがやってるのですと、もう下しか取れないんですね。そうすると先ほどの上昇気流を伝ってこう上がっていく高い層通りの空気とかっていうのも見えなくなってしまうわけです。ですからやっぱり上空から落とすというふうなので、多くの情報を取得しながら安全に飛行するという意味で、大陸圏上層を飛ぶのがあの一つのソリューションじゃないかというふうに、考えております。ただそうは言ってもやっぱり上の方にも危ない そうなものはあります。これはですね、ちょうど台風の、目がここにあるんですけども、ここの部分の壁雲の上のところの拡大図で、しかも延直速度を表したものです。ここにすごい強い上昇気流があるんですね。ですね、これ何メーターぐらいですか？20メーターぐらいですね。で、それからその脇にマイナス10メーターぐらいの下降気流がこうセットになっている。こういうのはですね、ホットタワーとか対流バーストと呼ばれる、呼んでるんですけども、これは急発達するときによく見られる現象です。というのが最近アメリカでよく報告が出ております。まあ、先ほどの伊勢湾台風でも急発達していくときに激しい揺れがあったということと整合してまして、こういうのはできるだけ避けた方がいいでしょう。まあ、これを80キロじゃないです、これ800キロパーアワーでここビューッと通過すると、まあ5秒ぐらいで延直速度が30メーター変わるってなると 0.7G ぐらいの、まあ、これはモデレートタービュランスですねぐらいになる。もっと狭い範囲でこの変動が起きていればシビアタービュランスにつながることになります。まあでもこういう現象もレーダーで見て避けることができれば、まあある程度は大丈夫じゃないかという、ことが期待されます。ただ一方で上空は安定度が高い、つまり内部重力波が出るんですね。でこれがここからおよぼよぼよぼよと上空に向かっていくと、この辺エコーのないところで揺れが存在する可能性は否定できないです。これは現在の、気象レーダーでは見ることができない、避けることができない、これによる揺れがどの程度だかはわからない、ここが私は一番の不確定要素ではないかというふうに今思っております。まあ、そうは言ってもですね、あの先ほど言いましたように、あの金子パイロット、コパイロットはあの2回目の飛行だって言いましたけれども、あの2004年に入った時でちょっとダイヤモンドエアサービスさんからいただいてきましたので、それをご紹介したいんですけれども、950ヘクトパスカルぐらいになって、1回目行ったら目が塞がっちゃってて、ビジュアル的に面白くないのでもう一度ってことになって、目がはっきり開いたこのタイミングで、もう1回行ったそうです。ですから2回入ってます。実はここも行ってるけども、先ほど2日目の飛行の映像でお見せしたように、もう全然なんかこう雲もやっちゃって分からなかったそうですね。でもこの日はちゃんと撮れたの でその時こう1時間ぐらいぐる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 回って、いたそうです。で北の方が降水が強くて南側空いてたので、らしいんですけども、まあそれなりの揺れはあったらしいというふうには報告受けてるんですけど、まあでも被害はなかったと。まあだから我々がすごくこう穏やかな中過ごせるのは多分ラッキーなんですけども、こういう多少の揺れはまあ常に存在してもおかしくないだろうと。でも被害を及ぼすようなものはまだあの日本もアメリカも含めて、報告がないということですね。まあ、そんなわけで継続的に行うために検討することというのは、まずやっぱり上空を飛ぶことのできる飛行機を選定する、できれば長い距離、高度距離ですね。現在ガルフストリーム2というのを使ってますけれども、4万5000フィートまで上がることができます。で、今度ガルフストリーム4というのが使えるかもしれないんですけれども、まあ、それも同じ高度ですね。
お金のことを気にしなければ G650 というやつが 15.5 キロまで上がることができて、1万3000キロも飛べること、これですと一発で南アフリカまで飛ぶことができるそうなので、500億ぐらいかかるそうガルフストリームというのは飛行機のロールスロイスと言われてますので、皆さんロールスロイス乗られる方いないですよね。私のトヨタが安いやつですので、それはなかなかこう手で食べないんだけど、なので安い中古でいいのよというわけです。で、あとはその現象ですね。先ほど見ましたように重力化はやっぱり予測不可能で、これが一番気になるところなんですけども、その他の、壁雲のレインバウンドの上昇気流と着流とかはもうこれレーダーである程度、回避することはできるでしょう。で、水平延長視野は上空ではそんなに強くないんじゃないか。でもう一個これは気をつけなきゃなんないことなんですけども、目の中あったかくて気温が高いと失速速度が増加するんですね。ですので何かあった時に上空で失速して墜落する恐れというのがリスクが高くなるというのがあるんですけど、ただこれも NOAA のガルフストリーム保護の、関係者によるとそんな問題ではないですよというようなこと、これも坪木さんからまた聞いてるんですけども、これもですね、航空会社とちょっとよく検討しなきゃいけないことではありますけども、この辺気をつけるべきことだろうというふうに考えております。で、全ての台風について伊勢湾台風のようにやることが、ね、っていうのがありますが、やっぱりお金がかかる。先ほどもお話ありましたように2000万ぐらいかかると。でそれを100回とかやったらすごいお金になりますよね。やはり的確なタイミングをやっぱり選ぶというのが必要だと思います。で、一つはマイクロ波センサーが上空で通過しますよというタイミングを狙って同期の観測を行う。あとはドップラーレーダーの探知範囲に入って両方の推定値が得られながらゾーンでの、グラウンドトゥースルもあるというふうな状況ですね。あとは急発達の兆候が見られた、これは先ほど言いましたようにホットタワーを気をつけなきゃならないんですけれども、もう一つ大事なのは数値予報モデルが今いっぱいありますので、それでも予報がすごくばらついているような時に行ってみて測ってみるというのも、一つ大事なんじゃないかと思います。でこれは日本が西太平洋全域にある必要はなくって、日本に向かってくるものは日本、台湾に行きそうだったら台湾のトップスターで、香港に行くなら香港が担うというふうな、そういうオペレーションができれば理想だと思います。で今台湾のものは周回飛行のみで中止に入れないというのは一応ここの航空会社との取り決めで、目の中に入らない危険だからということになっているんですけども、ある程度の安全性が保障されれば、それも可能かなというふうに変わる可能性というのも否定はできません。そうした場合に各国、各地域と連携しながら、航空観測を行うと、データも一方取れていいんじゃないかなというふうに思います。でこれをさらにですね、発展させて安全性が実証されるんだったら実験機だけじゃなくて民間旅客機だって入ることできるんじゃないか。皆さんご存知かもしれませんけども、台風来ると迂回しなきゃならないんですね、大きく。でそれはもう3車線の高速道路で真ん中に2車線取られたら1車線だから大渋滞ですよね。なので運休しなきゃならないものも出てきます。ですから、すごく航空機のそのあれですね、管制が大変になるらしいです。でそれが台風がいなくなった瞬間にラッシュのようにわーっと集まってきてしまって、航空管制の方ではすごく問題になっているそうですね。でこれから FCC とかがさらに増えると見込まれている現状、しかも、東アジア、日本を通って、東南アジアの方っていうのは航空機いっぱい飛んでますので、沖縄あたり台風来るとこういう問題起きるわけです。それを4万フィート以上だったら大丈夫ですよっていうのが出ればもうスルーッといけるわけですよね。そうすると離発着の時はもちろんダメですけれども、その途中経路だったら国際線だったらヒューと飛んでしまうこともできるんじゃないかと。同時にラピュタミニゾーンで皆さん私のことバカだと思ういや、それでいいんですよ。現状だったらそんな安全だかどうだか分かんないことに対してこんなこと言うなんてバカじゃねえかと、それでいいんです。ただしもしかしたらこれ続けてって安全性が確認できたら、なんで昔からこんなことしなかったの、バカなんだあんたたちっていうふうに、未来の人が思うかもしれないですね。台風の上空っていうのはまだそういう部分があるんじゃないか、そ
それを知るためにもですね、続ける価値はあるんだ。ですからこれは気象学だけじゃなくて航空関係のその業界としてもこういうニーズがあるんじゃないかということですね。これはあれです、ですね、那覇航空の管制の方と、いっぱい酒飲みながら思いついたことです。別かどうかは分かりませんけど、まあ、こんなこともあり得るかと。まとめますと、まあ、昨年成功しました。で、あれですね、いろいろ特徴が見つかって、まあ、これを続けていくには、とにかく上空を飛行するというふうな経路を選んでですね、それで乱気流も、どんな乱気流があるかというその把握とその対策を考えていくという必要があるんじゃないかと思いますが、ちょっと長くなりましたね。じゃあ、これにて終わりになります。ご清聴どうもありがとうございました。山田さんの、楽しく怖い話をありがとうございました。これを機会に、何かご質問とありましたら、受け付けたいと思いますので、どうぞ。航空業界におります、リゲーでございます。はい。まあ、お話をお伺いしまして、まず一つですね、台風のその飛び方ですよね、というところで、パイロットの間昔は有名でございまして、台風は下手に避けるよりも、外部を飛んでしまうと逃げない。で、まあ、理由は大体、ご検察の通りでございまして、周りを下手に避けるとですね、逆に他のスパイラルバンドに入っちゃったりとか、あとはちょっと、まあ、ちょっとここに伝えるんじゃなかったですけれども、周りのあれですね、例えばトラックなんかが近づいて、まあ、バルジを形成し始めてる場合です、ね、ああいうのになっちゃうと、もうトランスバスラインですね、ああいうの出てくるので、あれで揺れてしまう。なんでこう、いや雲を避けようとして上に行ったのがいいんだけど、逆にトランスバスラインのに入ってて、やっぱ大切れしたというのはよくある話でございまして、それであれば、そのまあ CB ですね、雲を釣り合うみたいな気をつけて、レーダー見ながら、間を取ってとかいいよというのはもう、これはパイロットというのは、航空業界の中ではなかなか知られていることであろうと、こういうふうに思います。まあ、ちょっと、飛びながらの、なんでしょう、注意点として、やっぱりそのバルジを形成し始めているタイプの場合には、その部分は要注意かなと。あと、熱帯域になってもですね、周りにこう、上空でやっぱりトランスバスラインが出ることっていう結構あるんですよね。急発達してる時にあるのかなと思いますけど。なんかスーッとこう、円弧を描いたような。円弧を描いて、そうです。なんでしょう、こう、台風の中心からこう、ハリネズミみたいに、雲が出るようなんですね。多分なんか重力みたいな。雲だけは気をつけた方がいいと思いますね。はい、先ほど私の言った内部重力化が効いてるのかもわからないです。なぜかわからないですけど、衛星写真で言うとね、こうギザギザって時はあれは危ないと思いますね。あれだけ気をつけていただければ、まあ、で、あと、私はちょっと聞いてたことがあって、台風が十分発達してるっていうのは逆にいい条件なのではないのかなと。発達しなくて目が閉じてしまったりしていると、いや、どこがクリアで、どこが危険な雲があって、やっぱりこう人間目で見るのが重要なので、まあ、もちろんレーダーもありますけれども、なので、まず目で見て、安全が確認できることということで、まあ、逆に言うと台風が十分発達していれば、多分上はそれなりにクリアなんだろうと思いますので、逆にそれが条件の一つになってくるのかなというふうに聞いてて、これは思いました。というところですね。あと多分、まあ、ちょっと余談ですけど、下飛んでて落ちてしまった例などもありましたけど、あれはおそらくですね、ちょっと、まあ、なんとも言いませんが、500メーターってもう狭いフィートしかないので、はい、なんか、ダウンバーストみたいなクラウド、一発落ちるんですね。おそらくそれだったんじゃないかなということと、あと揺れの G が出ましたけれどもですね、まあ、ガールフレームもおそらくそうだと思うんですけど、大体飛行機は 2.5G までの設計でできてまして、一応そこから 1.5 倍は余裕作ってございますので、ですから 3.75G ですか、はい、までは、まあ、何がしかの破壊はないように作られているんですけれども、逆に言うとそれ以上の G になると、むしろちゃんと壊れることの方が要求されてまして、なんでまあ、だから 4G がありそうだとなると、もう民航機は、まあ、要は壊れちゃうねと、空中分解しちゃうねと。こういうような強さになりますので、まあ、ちょっとそういった G の感覚だということで、付属を補足させていただきます。はい、ドドンパ級の加速はいっぱいやばいと貴重なご意見ありがとうございます。やっぱりその航空、実際に携わっている方がどういうふうなご経験されているかというのはすごく大事で、まあ、我々全然まだそこに関してですね、これにしようがないので、まあ、今後航空関係の方々からもいろんなご意見いただいて、今後に役立てていきたいと思いますので、そうですね、その上空のなみなみしてるやつが出たら危険というのは注意したいと思います。どうもありがとうございます。
ちなみに差し支えなければどちらの航空会社か。春秋航空とかあんまり知られてないんですか。あ、中国の航空。今後もぜひよろしくお願いします。できればコクピット先生。あ、かます。はい、他に、ございません。そうしましたら4名の方お話した。どうも山田さん、どうもありがとうございました。